ベンデルシュタインはドイツネルトリンゲンに住んでいるミケ猫である。ネルトリンゲン氏の常勤の職員として市役所に勤務している。ベンデルシュタインはメスの猫であり、もともとは野良猫であったが、聖下オルク教会のダニエルと呼ばれる塔に住むようになった。2009年には塔に住んでいたものとされ、当時はまだ子猫であった。ダニエル・ベンデルシュタインは2010年の初め頃に、 塔の万民の部屋に現れた。それから毎日350段に及ぶ塔の階段を登ったり降りたりするようになった。そのうちにベンデルシュタインは塔に勤務している人々に懐くようになり、塔で体を横たえたり、段を取ったり、餌を食べたり、観光客と戯れたりするようになる。やがてベンデルシュタインという名前で呼ばれるようになる。ダニエルはかつてシュタインと呼ばれ、 あとに、ベンデルシュタインと呼ばれており、猫の名前はこれに由来する。ベンデルシュタインは、海外からの観光客らが、塔の階段を登ったり降りたりする際に、先導役を務めるようにもなり、また、鳩やネズミを追い払うことによって、人気のある塔の清潔を維持するのに役立つようになった。このため、この、三毛猫が果たす役割を、重要視した、市役所の決定により、ベンデルシュタインは、 党の予算から250から300ユーロに相当する、キャットフードを給料として受け取ることができるようになり、また党に自由に寝泊まりできるようになった。ありがとうございます。